はい、今回はバットマンの映画を紹介していきます。その作品というのはマスクオブファンタズム、これアニメですね。はい、で結構ね評価されている映画のようなんですが、アニメはね確か昔テレビでもやってた記憶があります。自分はね1回しか見てないんだけど、自分が住んでる地域はね夕方の確か4時か5時か6時付近、だいぶ間があるんだけど、そのあたりにやってたような気はしますね。自分が見た回は確か教祖様みたいな敵で、でその信徒になってブルース・ウェインがね潜り込む話だったと思うんですが、まあそれはいいんだけど、まずはこちらからいきましょう。マスク・オブ、ファンタズムということで、1993年に、アメリカ合衆国で公開されたアニメ映画です。現代は、まあ、バットマンマスク・オブ・ジ・ファンタズムですね。英語の発音があまりうまくできないんですけれども、まあ、ほとんど一緒ですね。で確かこの映画がやったこの1993年ってライオンキングも公開されている年で、一応賞にはノミネートされたんだけど、結局受賞したのはライオンキングだったんじゃないかなと思いますね。でこのね作品は日本では公開はされていません。ただね、まあ、日本の方でも VHS や DVD が販売されていて、まあ、いろんなね動画配信サイトなどでも視聴することはできますね。自分はねUNEXT で、まあ、字幕版で、まあ、視聴したんですが、吹き替え版とかも見れるんじゃないかな。本当いろんなとこで、まあ、Amazon プライムとかでも見れるはずなんで、はい。次にストーリー紹介ですね。ゴッサムシティに突如謎の殺し屋ファントムが出現し、マフィアの幹部を次々と殺していきます。しかも市民はそれらの凶行は、バットマンによるものと誤認してしまう始末なんですよね。何かとなんかそういう扱いを受けるときはあるんですけどね、バットマンね。まあそういう風に持ってこうとする輩がいたんだけど、でまあそんな中暗殺を恐れるマフィア幹部の、バレストラはジョーカーと接触し、バットマン殺害を依頼します。そうジョーカーも出てくるんですよね。一方ブルース・ウェインはかつての恋人アンドレアと再会し、彼女と過ごした日々を、追悼するのであったということです。まあブルース・ウェインは、まあ、今更なんだけどバットマンの正体ね。なお、回想のシーンではブルースがどのような経緯で、バットマンとしてね活動するようになったのかについても描かれているんですよね。これはあくまでもアニメ版の設定なんですが、要はそのなんか覆面をしてなんか犯罪者たちに果敢に挑んでいたんですが、あんまり自分を怖がらないんで、犯罪者たちにね恐怖を与えるためあのコスチュームを着るようになったって、そんな感じでしたね。まあ現実だったら、まあ、いろんな意味でね恐怖を植え付けそうな感じなのかなとは思っちゃったんですけれども、そしてはバットマン、ジョーカー、ファントムの三つどもえの戦いがね繰り広げられていくと、まあ、ざっくりというとこんな感じでした。ちなみにねアニメ版のジョーカーはね、スターウォーズのルーク・スカイウォーカーを演じられていたミーク・ハミルがね担当していますね。これ実はゲームのアーカムシリーズのジョーカーもマーク・ハミルなんですよ。自分はねゲームで先に知りましたね。マーク・ハミルがジョーカーを当てている、声を当てているっていう事実はね。で次に本作で登場したファントムについてさっくりと紹介をしていきます。ファントムはねマフィア幹部をさっきも言ったように次々と殺す謎の殺し屋で、死神のようなコスチュームをまとい、ドクロのようなマスクをかぶっています。右手には大きな刃がついた物騒な武器がね装着されていますね。でこの右手の武器でパワフルな戦いをすると思いきや、まあ、身体能力はそれなりに高いんですが、どちらかといえば頭脳派で徐々に幹部たちを追い詰めて殺していたんですよね。なんでバットマンの世界の中ではね、まあ、今言ったように圧倒的な身体能力がある感じでもないんですよね。そんなファントムなんですが、ストーリー終盤には驚くべきね、正体が明らかになります。まあ正体はまた別途キャラ紹介で、まあ、ちょっと紹介しようかなとは思うんだけど、ただまあなんていうか調べるとねすぐに、ね、仮面剥ぎ取ったフィギュアとかもあるんですよね。はい、で最後なんですが、まあ、特徴のある、ね、絵のタッチなんでね、アニメ版のバットマンって、日
本では万人受けしないかもしれないんですが、ストーリーはかなり楽しめましたね。バットマン好きで視聴されてない方はおすすめかなと思います。まあ、時間もそれほど長くないんですよね。76分っていうことなんで、実写版のバットマンってどっちかというと結構長めのやつが多いんですけど、別にそれが悪いとは思わないんですけどね。ちなみにね、日本語のね吹き替えなんですが、バットマンは源田鉄章さんで、ジョーカーは青野武さんということで結構豪華だったりします。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。